そうだな。じろじろ見ないでよ。っていうかあんたたちこんな窮屈なのよく切れたわね。ファック洋物パルノメス豚が特製メイドサンドイッチ、特製メイドケーキ、特製メイドティー、特製メイドコーヒーなど取り揃えております。おいしくなーれ、もえもえキュー。あれ肉なんでしょうかご主人様。肉肉いや、休みの日にメイド喫茶に入り浸ってなんかいないんだから。そもそもこんな写真いつの間に。ご主人様。うん、帰ろう。俺たちの世界に。来年5秒でお出かけなんてひどいわ、ご主人様。ひどいのは先輩の格好ですよ。というわけで私もメイドになってみたわ。なってみたわと言われても。あ、これ後で返しておいてちょうだい。ケーキ君のご注文はメイドですか。俺の注文は一つです。とりあえず着替えてくださいよ。今だったから今度は古賀さんにメイド服を着せてみたら。付き合う良いかも。あんまり見ないでください。恥ずかしいです。キリ、物質はもはや変態の巣窟、聞き込みは不可能だ。一回戦お姉様の TKO 勝ちです。私の肩もみご満足いただけたようでよかったわ。この勢いで次もいただくから。ジロー君。はい。それから私九条みゆきが本日より神楽坂様の専属メイドに仰せつかりました。専属メイド。当校では生徒一人一人に担当メイドがつきお世話するのです。じゃあ九条さんが俺の。まあ専属になったところであなたのために何一つしませんが。しないのかよ。あ、目が覚めましたか。ああ。ずっと目覚めなければよかったのに。目が覚めましたか。ああ。ずっと目覚めなければよかったのに。俺ループしてるんじゃないかな。あのさ、前から聞きたかったんだけど、なんでいつもそこに立って俺が目を覚ますのを見てるんだ。あの九条さん。今日もエッチな下着つけてるんだな、シャルロットは。これはだってご主人様がつけなさいって。一週間後にはご主人様ではなくて夫だよ。可愛いメイドを捕まえた。はあ、頑張れ僕。夫婦になったら毎晩なんだから。シャルロット、毎晩いいのか。口に出てた。うん。失礼します。先輩、お茶入れてきます。シャマちゃん、敵襲だって。あらまあ、すみません、今来ました。それ結構です。苦しい。 やめろ、やめないか。元気か、ガブリ。いらっしゃい、ゼレールお姉ちゃん。なんだその格好は。やだ、もう久々に会うお姉ちゃんに最高のおもてなしをっていう可愛い妹の歓迎スタイルじゃない。正月に会ったばかりだろう。そんなひどいお姉ちゃん。プンプン。それより早く上がって。では邪魔をする。ああ、また私の尻尾肉だけ残しましたね。だから無理だって。っていうか、ひき肉にしちゃえばバレないだろうに。
それじゃあ私の肉だってわからないじゃないですか。そこは主張したいんだ。さっさと決めろクズどもが。これ本当に人気のコースなのか。これを始めてから店の売り上げはうなぎ登りだ。世の中水凶なやつが多いんだな。ではな、さっさと食って帰れご主人様。どうしました。まあいいか、一応私服も持っときな。ありがとうございます。まあいろいろしてくれてるわけだし、お礼というか。あ、小林さん、後で生贄とか欲しくなりません？トールの生き血すすります？あたしゃ悪魔か。とんでもない、小林さんは天使です。あ、でも神には使えないでくださいね。実はいいお嫁さんになりそうだな。あ、何を言うのだ君は。何すんだいきなり。口を開けろ。おい、避けるな。私が食べさせてやろうというのだ。なんでだよ。それがメイドの務めだと聞いたぞ。早くアーンをしろ。どうだ、うまい。じゃあ和風カツレツのアニマルメイドさんにアーンサービスを。はあ、文句あるの。ここではあくまでお客様がご主人様。かしこまりましたわ。ご主人様のために頑張るわ。いや、やっぱり動物は癒されるよね。いだ。あ、お待たせしました。待て、ゴビのニャンニャンはどうした。なんでそんなことをこの私が。上州よ、お前は日本のメイド文化をナメリカに伝える伝道師なのだぞ。誰もそんなものになった覚えもなければ希望した覚えもない。